アールノヤは、スペイン、ガリシア州、オーレンセ県の自治体、コマルカドリベーロに属す。ガリシア統計局によると、2011年の人口は1084人。住民故障は、アーナを、や、カスティーリア語表記は、定冠詞のないアーノは、ガリシア語話者の自治体人口に占める割合は98.32%。アールノーヤは、オーレンセ県の西部に位置し、 コマルカドリベーロに属する。北はカストレーロデミーニョと、東はカルテージェと、南はゴメセンデとコルテガーだと、西から北にかけてはミーニョ川を挟んでリバダビアと隣接。自治体中心地区はオーテイロクルス地区。アールノーヤはリバダビア司法管轄区に属す。住民は20の地区に分散している。自治体市長は、 ガリシア国民党のホセカミーロ・ファリーニアス自治体表議員はガリシア国民党6ガリシア社会党2ガリシア民族主義ブロック1となっているアールノイアは一つの教区によって構成されているありがとうございます